今週も最高の週末がやってきましたね。どうも、ケイスケです。今回ですけども、古橋選手がね、セレティックの移籍が決まったということで、今日ね、古橋選手が、ファンサポーターに最後の挨拶をするということで、ノエスタスタジアムで、壮行会が行われます。岐阜時代から、古橋選手のことを応援してましたので、最後にね、古橋選手に、エールを送りたいなと思って、ノエスタに来ました。まあいろいろとね、話したいこと、伝えたいことあるんですけども、まずはね、古橋選手の壮行会を楽しんで、古橋選手のね、姿っていうのをこの目で焼き付けたいなと思います。それではね、時間がないので、急いで野江さんの方に向かっていきたいと思います。さあ、野江さん着きました。いやね、今日は試合日じゃないんですけども、数多くのね、神戸サポーターの皆さんが、来てらっしゃいます。本当にね、これは古橋選手が、愛されてる、証拠だと思いますので、本当に、岐阜サポーターとして、とても嬉しく思います。いやー、本当にね、今シーズン初の、ノビアスタジアムが、まさかね、古橋選手の、壮行会になるとは、思ってなかったですけど、早速ねスタジアムの中に入って、古橋選手の勇姿を届けたいなと思います。さあ、このね、ノビアスタジアムのこの古橋選手の看板、今シーズンは多分このままいくと思いますが、これも見るもね最後だと思いますので、しっかり、カメラに収めたいなと思います。そして電光掲示板の方には古橋選手の、ね、姿っていうのが電光掲示板の方に、デカデカと映し出されております。頑張れよ古橋。今ね、古橋選手の壮行会、終わりました。本当に、数多くの、ファンサポーターの方が、いらっしゃってて、本来ね、ゴール裏だけでも、ね、予定ではありましたけども、バックスタンドまで、ファンサポーターの人が行く事態になるという、本当にね、こんなにも古橋選手が愛されているとは思ってなかったので、本当に牛サポとしては嬉しかったです。そして、古橋選手の話にもありましたけども、本当にね、最高の、ヴィッセル神戸のね、サポーターの皆さん、そして監督、選手、そしてスタッフの皆さんのおかげでね、今の古橋選手、この活躍できていると思いますので、本当にね、岐阜サポとして、お礼を申し上げたいと思います。そしてね、古橋選手、岐阜からね、ヴィッセル神戸に渡った時、正直僕らも、悲しかったですし、まあ、その反面ね、とても嬉しい気持ちありましたけども、まさかね、ここまで活躍できるとは、想像もしませんでした。たまにね、スタメンで、出れればいいなと思ってたのが、いつの間にかスタメンを勝ち取り、ゴールを量産し、ヴィッセル神戸のエースになって、そして日本代表になり、そしてセルティック移籍という、本当にね、僕らの想像を一つも二つも、超える活躍をしてくれました。そんなね、古橋選手なら、古橋選手の夢であるワールドカップ出場、そしてバルセロナでの移籍叶えられると思いますので、セルティックでね、ぜひエースになってほしいなと思います。僕と奥さんはね、どこに行っても古橋選手のことを応援したいなと思いますので、もちろんね、セルティックのユニフォーム、買わせていただきたいなと思いますので、頑張ってね、セルティックでも、怪我せず、自分の力を、出し切ってほしいなと思います。今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。待ってるのは最高の週末だ。今日もセルティックでお前の力を見せてやれ。